はい、どうも、ジェイです。さよなら、箱ボーイ、パート8やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回も、ワールド級、ドカンと爆発、箱ボム、進めていきたいと思います。さあ、前回、ワールド8をクリアして、その後、ワールド9を進めているんですよね。前回までで、確か、ワールド9の1、2、3、4までは進めたので、今回は9の5からですね、なんとか頑張っていきたいと思います。よし。これをクリアすると、まあ、タワーが起動して、まあ、次のワールドに、惑星に行けるかと思います。箱ボムは、こうやって、まあ、起動させると、爆発させることができるというやつですね。ここなので、はい。OK。まあ、これはいけますよ、まだ。待て。これは、一旦、あれをする必要がありそうだ。オッケー。じゃあ一旦これで箱をすべてなくします。で、こう来て、はい。で、一つ爆破させて、もう一つも爆破させると。オッケー。ということで、まずはここクリアすることができましたね。よし。ということで、こんな感じで進めていきましょう。はい、次。ワールド9の6。9の6?出せる箱数4。え?あー、なるほど。あ、待て、これ、あー、なるほど。このままだとあれだから、一度爆発させる必要があるんだ。なるほどね。はい、こうやって爆発させて、あ、こうやって箱スネークしなさいよ、ということか。わあ、それは結構作られてるねー。だったら、ここで一旦爆発させます。で、こうして、で、こうさせると。で、これで後戻りしていく。オッケー。まあ、こういうことですよ。ざっと言って。よーし。オッケー、これで610枚になりました。じゃあ、どんどん行きましょう。次。ワールド9の7。9の 7? え?待って、あれじゃん。ホールブロックじゃん。オッケー。これを起動させると、これが出てくるんだね。ちなみに、これ、押し潰されるとどうなるんだろうか。あれ?あれ?これだと無理だな。あれ?一旦まずこれを爆発させる。で、こう来て。はい。OK。あれ?あ?どういうこと?あー、なるほど。あー、これだと動けなくなってしまうのか。それはちょっとあれだわ。まあ、そのままやられてミスになるのか。あ、やべ、間違えた。こう来て、OK。OK。で、先に進みます。で、まずはこうやって、行け!あ、あー、待って。どうやって移動すればいいの?これ。行け!あ、ギリ行けないか、これ。これは、でもこれ、爆発させちゃうとこれ無理なんだよな。あの、このブロックが邪魔だから。いや、待てよ。一度ここを爆発させるでしょ?で、ここを爆発させると、あー、ダメだ。だったら、一度、こうやって爆発させて、OK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 、こういうことよ。なんでいけるじゃん。わあ、でもちょっと難しかったぞ、これ正直言って。王冠を取りたいのであれば。よし。じゃあ次が、ワールド9ラスト、9の8。出せる箱数5。こうやって箱ボムで爆発させる。で、こう来て、はい。OK。よし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 。で、これは、こうやってワープ
させて、いや違うな、こうやって、はい、爆発させる、こうやって、はい、 OK、 王冠取れた、よし OK、 これでワールド9は完全攻略ですね。素晴らしい、うまくいけたわ。ということで見事クリアです。よし、これで何が起きるかな。はいはい、ここでワールド9をクリアして、2つ目の惑星がこれで終わりだね。はい、これでタワーに行けるようになった。お、この力が、お、箱人についた。はい、この中に入る。お、入った。これやっぱり箱人用のサイズだよね、これ。ほら、これキュービーで明らかに入らないもん。おお、またキュービーが見届け人にな、みたいになってるけど。はい、これがぶっ刺さると、おお、こういう効果音っぽいのも実はこれ音楽なんだよな。おお、ここで黒いモヤモヤが消えていく。明るくなったね。オッケー、そして新しい星に行けるようになった。今度はどんな形だ、 H 型、次の惑星行けるようになった。箱シップに戻ろう。はい、じゃあ早速戻っていきましょう。はい、来たぜー。はい、来ました、 QD と QC。 よし、じゃあ行きましょうか。これが3つ目の惑星、青っぽいね、やっぱり。待って、でもまだあったような気もするよ。オッケー、次の惑星3つ目。でも今回どこまで進められるかな。まあ今回、まあ宇宙だからね。はい、やってきました。ここはなんだ、多分ここワールド13まであるっぽいな。またここどこかで運び人がいるかと思いますが、ワールド10と11、先にどっちかが選べる。まあ、順番に行きましょう。ワールド10、ウォーターエリアでプカプカと。ウォーターエリア？何ですか、それ。出せる箱が5。はい。いきなり、あれが取れました。ここで、はい。え？こうすると、あー、なるほど。こんな風にスイッチを押しなさいよっていう感じか。はい、こうやって、OK。いいよ。で、王冠があったので取ったけど、あれ。OK、こう来て、あ、これだと取れないな。はい、こうやって、OK。ダブルでスイッチを押せば、こうやってうまくいく。いいね、これは。はい、まずはここでクリアしていく。はい、次、お、ウォーターエリアの書が見られるようになった。ウォーターエリアの書、じゃあちょっとだけ見てみますか。はい、ポーズして、はい、お、これ3ページ目に突入している。はい、基本的にはウォーターライドみたいですね。ウォーターエリアと箱ライドのコラボ。水面の箱にキュービーが乗ると一箱分沈む。で、あとがウォータープッシュ。で、あとはオフセットムーブ。天井に時があっても大丈夫らしいですが、果たしてこれはうまくいくんでしょうか。じゃあとりあえず、まずこうやってスイッチを押していく。これは、こうするしかないね。これで両面のレーザーから防いでいく。とりあえずこうやって、あー、うち。だったら一旦こうするか。オッケー。待て。オッケー。うまい。で、こう来て。あ、ない。あー、無理か。
と、やり方は合ってると思うんだ。オッケー。いけ。危ない。危ない。待て。待て。なんでこうなってるんだ？待て。落ち着け。オッケー。で、こう来て、で、こうして、オッケー。こういうこと。ナイスー。いけてるわ。よーし、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 し。なんとかうまくいけました。よし、じゃあ今回はこれぐらいで終わっておきましょう。あ、メダルが12枚もらえる。まあそこ気にしていなかったんですが。よし、じゃあ次回、ワールド10の3から進めていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、ティックトックのフォローもお願いします。それでは、さよなら。